い、こんにちは、レナです。タカです。ユニティブログです。あれタカじゃないよね。タカです。今日はタカがいなくて、その代わりに私の友達のチーを呼びました。よろしくお願いします。はい、名古屋の花崗山というエリアに来て、ここでちょっとなんか女子力アップしてチーも名古屋出身で、でもなぜかレナちゃんの方が詳しいんですよね。そうかな。ドンドン着きました。お茶のお店、紅茶、紅茶、うん、英国屋という。おお、なんか今桜シーズンで桜のジャムがある。エレガント、いるかな。おお、すごい、なんか料理に使えそう。これはなんかドイツっぽいね。I'm supposed to be on a diet. 嘘、なんで。5月の前撮りがありますから。あ、1ヶ月で7キロ痩せたい。7キロどうでしょう。どうやって。でもじゃあ今日はデザートやめる。でもそれは今日はまだ始めなくてもいいかもしれない。オッケー、じゃあなんか美味しそうなデザートのお店を見つけよう。イエーイ、やった。日泰寺というお寺に着きました。日泰寺のタイはタイランドのタイだし、タイに行ったことある。はい、タイっぽくない、はい、タイっぽくない。笑顔。お釈迦様って何？見て見て、ゾウさん、やっぱりタイだね。タイです。あの白いなんかね、よく見えないやつがなんかタイっぽい。そう。で、あれはタワーで、なんかその中にお釈迦様の骨がそこに入ってる。うん。この上、桜が咲いてる。見えるかな？見えるかな？こんな感じ。咲いたらめっちゃいいけど、動いてもいいよ、ビデオだよ。めっちゃ上手。なんかドライフルーツのお店を見つけた。同じくドライトマト。ドライトマト美味しいのかな。ドライトマト甘い甘い、うん、私マンゴーが大好き。あー美味しい、甘っ。またここで書いてあるのがワッフル。うわー、ワッフル、めっちゃうまそう。ラムレーズン。こんにちは。こんにちは。うわー、うまそう。チーの顔。あー。めっちゃいい匂いする。うわー、ラムレーズンだよ。ラムレーズンを買っちゃったね。買っちゃったね。でもなんかデブになりたくないから教え待ってなかった。うん、ふわふわ、うまっ。 This is good. Oh my god, I want more. 200? 200? まだお昼ご飯食べてないけど。1520円ですよね。今日は。豆声の辺。ねえねえ、恋は続くよ、どこまでも見たら。あのドラマ見てない。なんかあれすごい面白いんですよ。なんか全然気がない感じなのに、なんか急にこう、ガーって爆発したり、なんかこう、チューってしたりとか、なんかそういう感じ。なんか日本人の男性は本当にそうでしょ？どうやって、女性に近づくのがわからん。あっちにカップケーキがある。あ、カップケーキの店見つけた。普通になんか外とかで歩くと冷たいでしょ。あ、冷たい。冷たそう。あーめー、かわいいでな。ずっと触られてる。ドイツの男性は外も中もなんかラブ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 。そう、私はずっとこのカップケーキの店を見てるんだけど。行きましょう。行きましょう。カップケーキの店、わーめっちゃ可愛らしい。入ってみる。食べちゃうね。食べちゃうね。
Easter menu then from the Easter the banana, what the one with the bunny feet is a banana cake. The one next to it is a tea, and then this is a seasonal matcha cake. It's like in Japan, but we just kind of traveled all the way to London. To London. うわー最高、めっちゃかわいい。 We just had a chat with the owner. She's lovely. She's lovely. She's from London, so this is really authentic. It's London. Yeah. She shouldn't be in the picture. No, she should be in the picture. It's okay. Oh my god, this looks so good. うまそう、いただきます。私はソーティーラム、フォークやスプーンを使わずに手でパクッと食べるのがイギリス流じゃない？あは、かわいい。めっちゃついてる。パクロス流。おいしい。あのチョコとラスベリーかな。もう私マフィンとかカップケーキが大好き。いただきます。同じことになる。なんかバランスめっちゃいいですね。まだついてるよ。私ついてる。まだ、それはカメラに映さなくていいから。カップケーキどうだった？最高に美味しかった。最高に美味しかったね。まだなんか食べたい。大丈夫それ。まだワッフルとカップケーキしか食べてないね。あ、今日はフードツアーなの？プライベートのフードツアー。それもいい。白鸚山、何？デザート巡り。いいね。おしゃれじゃん。はい、白鸚山をやめることにしました。ね、ちょっと白鸚山をやめました。チーの実家に帰ることにしました。はい。秘密の名古屋の駅に来て、そこからちょっとだけ歩いて、でチーはうちにめちゃくちゃ可愛いパグがいるから、パグを会いに行きます。イエーイ、行きましょう。He loves you.おかえり。ただいま。あー、来た来た来た。ニーハロー。いやー。あのね、私たちは今からもっとパズーと遊んだり、それからこのビデオをここで終わらせたいと思います。チャンネル登録お願いします。お願いします。